VRX ロードスターはかつてホンダ技研工業が製造販売していたネイキッドタイプのオートバイである。1995年7月21日発表、同年8月5日発売。v ツインエンジンをダブルクレードルフレームに収めたデザインはトラディショナルなネイキッドバイクにもクルーザーバイクのようにも見える独特のものである。反則用ビデオでは ロードスポーツルネッサンスと銘打たれ、乗って、心地よく、操って、楽しく、見て美しくというモーターサイクルの原点に立ち返り、長く付き合える定番モデルとして開発された。当初の国内向け年間販売計画台数は8000台である。合計販売台数は公開されていない。搭載されるエンジンは、スティードの水冷3バルブ52度 V ツインエンジンを元に、 より鼓動感を追求するため、クランクウェーブバランスを変更したものである。また高速域での快適性のため、高回転域では振動が軽減するよう設計されている。吸排気系統を見直し、スピード400の30馬力から33馬力へと出力を向上させている。テーパー形状の右側2本出しマフラーは内部で連結されており、容量の増加などによって、 スピードよりも、高回転域での伸びを実現している。ハンドルバーはクルーザーに多く見られる。インチバーが採用されている。マフラーとエキゾーストパイプ、砲弾型メーターケース、アルミリムなど、クロームメッキやバフ掛けを多用し、高級感を高める演出がされている。シート下には5リットルのユーティリティーボックスを備える。サイドスタンドのみであり、センタースタンドは装備されない。カラーは、 ブラック、パールグレートブルー、キャンディトランスパレントレッドの3色をラインナップした。1996年6月にはタンクのエンブレムを金色に変更し、エアクリーナーケースやフロントフォークなどの一部のパーツを除いてすべて黒仕上げとしたスペシャルブラックを発売。1999年生産終了。ありがとうございます。